8255のピン配置インテル8255プログラマブルペリフェラルインターフェースチップはインテル8080 80マイクロプロセッサ用2970年代前半にインテルによって開発及び製造された8255は24本のパラレル入力出力ラインに様々なプログラム可能な動作モードを持つ 8255は MCS-85 ファミリーで8085及び8086マイクロプロセッサとその後継向けに設計された。最初は40ピンリップで、その後44ピン PLCC パッケージで提供された。それはデジタル処理システムにおいて広く利用された。8255の機能は現在大部分がより大きなビルシー処理チップに サブ機能として組み込まれている。8255の CMOS バージョンはまだルネサスによって作られているが、主にマイクロコントローラの I、O を拡張するために使われる。8255は SV-328 やすべての MSX モデルなど、多くのマイクロコンピュータ、マイクロコントローラシステムや家庭用コンピュータで広く使用されていた。 8255は n 8ベ m などの数多くの自作コンピュータと共にオリジナルの IBM PC、PCXT、PCJr. よびクローンで使用された。ありがとうございます。